おりちゃん、おちゃんで、おりちゃん、おりちゃんまだ歩けるな。今日あの介護ハーネスとか、はい、もういっぱい持ってきましたんで。食べてる今は全然。今はステロイドちょっと打って、うん、ちょっと食べたっすけど。チュールを持ってきてるんで。チュールは買ってきました。あの大量にあるので。まだ歩けてるな、おりちゃん。体重測ったら19キロしかなかった。ああそう。目はしっかりしてるな、おり。おりちゃん。まだ瞳が綺麗。まだ頭もしっかりしてるし。なおり。もう今日はあのやんちゃなやつはほっといて大人の時間を過ごそっか、おりちゃん。あのレンとカイというやんちゃくれが、うん、桜も出てきました。桜にねちょっと引っ張るから言うて、イージーウォークハーネス。ママ見て可愛いねこれが。ちょっと桜に似合わへんこれ。桜ちゃん、はい、イージーウォークハーネス装着、かわいいよ、めちゃかわいい。ほらこれで、これであのリードとセットのハイビスカス、まだかわいい。じっとしてへんからお前かわいさが伝わらへん。え、黒にお前赤の 花びらってほらめっちゃかわいい。うれしい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 。おりちゃん久しぶりの散歩なら、あ、わりかし出てるわ、出てる、すぐ帰りたがっちゃう。これもしかして帰りたがってる。おりちゃん行こう、おりちゃん行こう、路用寺に道案内させようか。あの知らんうち知らん場所でもあの我が町のように歩きはる人やから。なろいな。ラスです、ラスも引っ張り防止リード。前一個うちのあったやつあげたら噛み切り寄ったっていうね、不届きも。もうねあんちゃんなあ、こうおいでこのちびっ子たちにうちのリードハーネスその他もろもろどんだけ壊されたか。もうブランちゃんのねあの片身のリードをねあの噛み切れあの食べられた時はもうショックでショックで、引っ張り防止リードハーネスのおかげで桜もよかったよかった。これでママとパパの負担が減って、桜のストレスがすごい。え、すごいストレスだったっす、引っ張るのが。いいことですよ、ね、まあ道具で飼い主さんが楽になんねるんですが、それで一番いいことかな。おりちゃんどっちがいいかな。おりちゃん食べれるかな。はいどうぞ。あのなんかこういう違う人がもらって食べるとこもあるんで。おいしかった、おりちゃん。あ、おりちゃん歯がないからちょっと硬いのあれか。おりちゃんまだ食べてる。おいしいな、好きなものいっぱい食べよう。